はい、では今の結果を踏まえて今度、多倍調整数同士の乗算を見ていきたいと思います。テキストは 2.3.3 項です。で、まあ、これも先ほどと同様にですね、こう例題でちょっとまず筆算を見てことにしようかと思います。A がこのような多倍調数でして、これは 1,2,3,4,5 ワードですね。5ワードの多倍調数です。それから B が今度は多倍調数になっています。2ワードの多倍調数ですね。で、これの計算をどのように行うかというと、これは B の各ワードに関する分配法則に基づいてこう計算をばらしていますけれども、まずこの A に対して、この B0 という単精度整数をかけた係数をこう先ほどのアルゴリズムでこう計算していくわけですね。で、その後今度はこの A にですね、この B の上位桁の B0 をかけた結果ですね、をこのように先ほどのアルゴリズムで計算していきます。で、まあ、最後にこれらの係数のですね、各位の分の数の和を取って計算結果である C の各ワードの値を求めるということになります。ということで、ここの一連のアルゴリズムの中では、その2種類のこれまでに学んだアルゴリズムが現れております。で、一つは、この中の掛け算をやっていたときのやりました、ちょうど先ほどやりましたですね、多倍調整と単精度数の乗算がここに現れております。で、最後、この下の部分は、これは多倍調整と多倍調整の加算ですね、が一番下に現れております。ですので、まあ、この2種類のアルゴリズムの計算量を思い出しながら、その、まあ、アルゴリズムを作って、あと計算量の見積もりをしていきます。で、まずそのアルゴリズムなんですけれども、次のようになります。入力は多倍調数 A、これは K ワードですね。それから、同じく多倍調数 B、これは M ワードとします。で、出力の多倍調数 C は長さがいくつになるかっていうと K ワードの数と M ワードの数の積ですので長さは K プラス M ワードになります。で、最初はまずこの第一ステップはですね、これはこの A にですね、この B の最下位の桁をかける、これは多倍調と単精度の乗算ですね。A の方が多倍調で B0 が単精度です。ですので、まず1番目で、その A に B の最下位の桁をかける演算を行います。で、あと、残りの部分は i が1から m マイナス1まで計算をするんですけれども、これはまず、その A に B のですね、i 番目の桁、bi をかける多倍調と単精度の乗算を行って、でその結果を、元から求まっていた ci から c の k プラス i マイナス1にこうさらに加えるということを繰り返していきます。ですので、まあ、途中のこの段、例えばこの段の計算を行うたびに、これを c の i にですね、託し込んでいくってことをやるわけですね。我々人間の筆算で最後にここの結果を全部加えるんですけれども、アルゴリズムでは、この一行一行のこの途中の積を計算するためにそれをどんどん下の ci にこう足し込んでいくという形をしておりますので、ちょっと注意してみてください。で、最後、3行目では、この出力の c を介して、アルゴリズムを終了します。ということで、その計算量の見積もりですけれども、次のようになります。まず最初、第一ステップですけれども、第一ステップでは、この A と B0 の積ですね。で、これは、先ほど紹介しました、多倍調数と単精度数の乗算ですので、乗算の計算量は A の長さだけの計算量になります。で、次にこの、2行目ですね、2行目のループなんですが、まずループの回数を測ると、
i がこれ1から n-1 までですので、これループは n-1 回発生しています。で、そのループの中で行われているおのおのの演算を見てみますと、まずこの a に bi をかけるところ、これはa が多倍長数で bi が単精度数でしたので、その乗算の計算量はこの a の長さにでなります。比例します。で、これの結果をですね、今度 ci から c の k プラス i マイナス1に足し込んでいたんですけれども、これは、多倍長数同士の、計算、和の計算量は、その多倍長数の長さに比例していました。これは以前やりましたけれども、長さに比例していましたので、これがその A の長さに比例するということになります。ということで、最終的な計算量はですね、この、まあ、A の長さにの計算が n-1 回繰り返してされているので、これは全近的には θ の m×a の長さというふうに見積もられます。で、ここで m っていうのは何だったかっていうと、これ b の長さですので、まあ、結局、この多倍長整数同士の乗算の計算量っていうのは、この a の長さと b の長さの積でに比例するということが分かります。こうして見てみますと、その多項式の乗算とですね、ちょっと似てるところがあるわけですね。多項式の乗算は、その ax と bx の次数の積が、まあ、その係数の演算回数であったということだったんですけれども、その多倍長数同士のその積をですね、この単精度1ワードの数のこの指則演算の単位にして表すと、それがその与えられた2つの多倍長数の長さの積に比例するということでしたので、この多倍長数の長さっていうのと、それから多項式の次数っていうのが割とこう対応している、まあ類似しているようにこう見えると思います。ここまでよろしいでしょうか。